月だ。これで全部か。まったく、何でもかんでも手を出すなって。そういうところ昔から変わってないよな。どういうことだ。私たちが出会った時もそうだったじゃん。ほら、ちょうどこの辺りでルーエ一人で男子たちに絡んでてさ、私が加勢してやっただろ。加勢って、アルが先に手を出したから殴り合いの喧嘩になったんだろうが。それにアルがいなくても私は勝てた。どうだか。うるさい。とにかく私は悪が許せないだけだ。あの男子どもは近所の女子をいじめてたんだよ。そうだったのか。全ての悪を退け、全てを救う、それが私に課せられた使命だ。あんまり無茶するなよ。アルに言われたくないな。うっ、あれだな。倒すぞアル。了解。
ある。また凶暴な邪妖が現れたら倒しに行くぞ。少しでも排除して、いつかは邪妖のいない世界に。あんまり一人で抱え込むなよ。分かっている。あ、ほどほどにしてくれよな。新たな力を身につけたぞ。アルーシ、ちょうどいいところに。何でしょう。ユーラルム内の調査を行う護衛を。え、私ですか。拠点を提供してやってるんだ。少しは見返りを求めてもいいと思うがな。そうですね。調べたい場所はメモに起こしておいた。後で確認しておいてくれ。はい。人間ども、この鉄壁の防御の前では手も足も出るまい。仕上がって、本気を見せて。よあ、地面として生きるのもありだな。迎えに行ってあげてください。きっと
アルージェさんを待ってますよ。ありがとう、リリア。今行く。星降りの丘、この学園で過ごした最後の夜もリリアーナはここで待っていた。リリアーナ、今までどこに。アル、来てくれた。初めて会った時のこと覚えてる？うん。あの頃私は臆病だったんだ。だからいろんなものを傷つけていた。でも初めて会ったリリアナに勇気と優しさを教えてもらった。起きてしまったことは戻せない。少し遅らせることができるだけ。そんなことを言う君だからずっと守りたいと思ったんだ。このまま時が止まってしまえばいいのに。ご心配おかけしました。本当に心配したんだぞ。ひとまず目的は達せられたな。この方たちは？そうでしたか。皆さん私のために本当にありがとうございます。まずは一安心だな。ああ。さあ、これからどうするか決めなければな。決まってる。月の女王を倒してリリアを助けるんだ。私は教皇庁の指令通り時の花嫁として生贄になった方がいいと思う。リリア！月の女王はとても強いわ。思っている以上に世界を救う確実な方法があるならそっちを選んだ方がいいと思う。何を言ってるんだ。そんなことをしたらリリアが。そもそも月の女王に生贄を捧げたら世界が救われるなんて嘘なんだ。ルルド教団の人の言うことが真実だという証拠もないじゃない。それは都合のいいことだけに目を向けちゃダメ。月の女王を倒せなかったらみんな死んでしまうかもしれない。私そんなの嫌だもの。何が真実なのかは誰にもわからない。ただ月の女王が世界を永遠の夜に包もうとしていることだけは確かだ。決めたことなら私は従う。リリア、私は
重要なことだ。答えを急ぎすぎてもよくないだろう。一度皆の意見も聞いてみるがいい。はい。意見を聞いてもいいかな。私は世界には一つの悲しみもない方がいいと思ってます。私はチョコで世界を幸せにしたいと思ってますから。リリアーナさんも救われる道があるならそれを選びたいです。エレノア、生贄は反対だ。迷う必要はない。ロエルジリス様が正しい。妖魔に力など与えてたまるか。ベルーシカ、ルエ、私はリリアと一緒だ。アルの決めたことについていく。勘違いしないでほしい。押し付けようとしているわけじゃないんだ。そのアルの選択はきっと正しい。昔からそうだったし、今もそうし。ルエ、なあリリア、ちょっと聞きたいんだけど、月の女王との戦いの後何があったんだ？どうして姿…あの時、私、二人を助けるために時間を遅らせたの。え？まずは、アルを安全な場所まで移動させたわ。その後、ルーエを運んでたんだけど、力を使いすぎたせいで、どんどん苦しくなって…そしてぐにゃって景色が大きく歪んだと思ったら、なぜかそれってどういう。今まではこんなことなかったけど、多分これは私の力の代償なんだと思う。その後はとにかく邪妖から逃げて学園に向かったの。あそこならアルかルーエが見つけてくれると思って。リリアのおかげで助かったのか。リリア、ありがとう。でも、あの力は使いすぎないようにしよう。それは、時と場合によるよ。リリア…アル…ごめんね、こんなことを言って。でも私、自分が死ぬことよりもみんなが死んでしまうことの方が怖いの。世界を救うことだけを考えるならリリアの言うことはもっともだと思うけど、私は。ごめんね。博士、私の意見を聞きたいのか。聞かれても困るが、私は迷った時は自分の直感を信じるようにしている。それが一番後悔しない。みんなの部屋に戻って。
あ、早いね、起きるの。まだみんな寝てる。だってアルは寝てないと思ったから。当たりだ。決めたんだね。うん、聞かせてくれる？リリアは私にとって特別な人だ。リリアがいたからここまで来れた。リリアがいたから今の私がある。だからリリアの意思は尊重したい。世界を救い、うん、でも私はリリアと一緒に生きていきたいんだ。倒すよ、月の女王を。そしてリリアも世界もどっちも救うんだ。ある。